皆様、ハイタイ。今日天気すごい良くないですか？暑い。27度。27度。沖縄27度もあるんだ。暑いね。現在梅雨です。実は梅雨の期間なんです。まあ梅雨が明けたら夏が来ますね。はい、はい、夏が来たら祭り。お、祭り。夏祭り。祭りといえばエイサー。エイサーといえば指笛。さあ、ということで今日は指笛の応用編をしたいと思います。指笛講座の動画をアップしたんですが、結構それで練習してくださる方とか、ね、コメントでも指笛できたよとか来てくださる方もいて、この反響が良かったので、今日はその音が鳴らせた後の応用編ということでやってみようかなと思いますが、その前にまず2人はできる？できません。できません。やってみて、やってみて。ベロをこう曲げて、その上に輪っかをこう乗せる。おお、鳴らせた後の方向けに応用編でやりたいと思います。初級としてこれに挑戦してみてください。あー、これよく聞く。運動会とかでよく聞く。出れるってすごいすごい。なんかすごい、街中に響きました。久しぶりにこの生で聞いたからさんの指笛を感動してる。ありがとうね。こんなに喜んでもらえる。すごい。ね、でこれが初級編。これで初級か。そう。いきますよ。あ、すごい。すごい。エイサーっぽい。でこれもね、すごくよく聞きますよね。すごい。そう。なので、まあ、中級は鳥肌立った。もうこれできてたらね、どこでもいけるいけるいける。そう、これが中級かな。すごい。で、まあ、一応今初級、中級、上級って私が勝手に分けてるだけなので、特に決まりはないです。これにね、ルールもないので、リズムも特に何でもいいので、ね、私はこの今まで耳にしてるのをただやってるだけなんですけど、独断と偏見で私が今初級、中級、上級でやってます。で次は上級に行きます。よく琉球舞踊の曲で、かなよ天川って曲、男女のペアの曲があるんですけど、その曲の前半と後半に分けられてて、その後半の始まりが指笛で始まるんですよ。指笛でヒュイフィフィフィ。上級だこれ。タンタタンって始まるんですけど、私の中でそれがもうできたら上級だと思ってて。地方の人だって。そうそうそう、地方の方がされしてて、で そこからこの音が始まるんですけど、いい、そう、それをちょっとこれね、でも私そんなにできないんですよ、うん、練習してたんですけど、うん、難しいけど、ちょっと私も挑戦してみますね。じゃあかなよ、はい、前半終わりました。かなよ前半終わりました。すごいみたいな感じで、やった後に曲が始まるので、かっこいい。そう、これ上級、これ上級だね。息が続かないといけないし、で結構このふいふい、3回目も難しそう。そうそうそう、一回やってみて。まずならない。いや普通にやろうとしたけど、ならない。ということで、まあ、今は小級、中級、上級でご紹介しました。甲子園で沖縄が点を決めました。あー、いいね、絶対やるね。でももう満塁ね。でも全部入った、3名。はい、あー、点数決まった、イエーイ。
あ、いいね。タラタラタラ。タラ。わあ、すごい。なんでも合わせられますね。楽しい。指笛が加わっただけでなんか明るくなる気持ちが。盛り上がる。じゃああれはあれがいい。何？コンサートで、もうアンコールも盛り上がって、もう終わり。もう最後終わり終わって。ああ、いいですね。じゃあもう沖縄のアーティストさん。がコンサートアンコールまでも全部終わりました、うん、もう感動したみんな拍手してみます。すごいみたいな感じですかね。じゃあ最後に、はい、沖縄の結婚式とかでよく使う定番の等身動画を最後ね、カチャラシ。沖縄ね、言えばね、結婚式カチャラシって言って踊りで締めるので、あ、いいね、それ。それいいですね。いっせー。てん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 これ音さえ鳴らせれば何でもできるね。そう、何でもいい。コントロールはだってもう自分でしょ。そうなんですよ。私リズムも特に決まったものって正解ないもんね。もう本当に何でもいいんです。これいい。私が例えばやりました、やろうとした時に誰かがやって、あ、これを先にしました、はいはいはい、その時はどうするのみたいなやったことがあるんですけど、これはそこはもうみんなでやる。あ、もうね、壁っつうのね、誰かがやったから自分はっていうのではなくて、あ、自分もみたいな。でもなんか運動会とかもいろんなお父さんとかこっちでもあっちでもやったりとかあるからね。そうなので本当に誰かが先にやったからではなくて、もう誰がやってもいいし、このリズムでもいいで、いつく始めても OK です。迷惑をかけない場所であればね、授業中とかじゃなければね。そうですね。だから夜中とかお家に来て近いところでとかじゃなければ、ね、もうみんなを盛り上げるためなら。そうなんですよ。ということで本日の指笛応用編はいかがでしたか。楽しかった。いやー、で多分もう指笛できるようになったけど、その次がわからないっていう方のためにお役に立てたかなと思います。十分だったと思います。立てた、はい、2人はまだでこれからね、7歳から始めましょうね。一生懸命練習しすぎたら酸欠になる可能性もあるみたいなので注意してくださいね、はい、そして手洗いと手指消毒をしっかり行って、指笛の練習をしてください。指笛を通して沖縄気分を味わってみてください。それでは皆様、またやったーい。ちゃんちゃん。